顎上がってる。あこんにちは、こんにちは、こんにちは。顎下げてるのに上がってるって言われてる藤井愛菜です。じゃあ私が行く、私がね、代わりにできてあげるからね。です。あれです。ほとんど静岡だったね。そうだね。あの街中をさ、逃げてったね、あの人。うん、です。まんちゃん、チャンスあるよ、はい、そういうことは。鈴木、違う。すずちゃんと、うん、ね、うん、もしね、姿、まさき。うん、がね、共演してたね、うん、ひょっとしたら静岡舞台になるかもしれんね、うん、でそしたらあの青葉公園とかさ、常盤公園とかからさ、うん、うちの店近いわけじゃん。頑張れ、まんちゃん。はい、頑張ります。姿まさきを呼ぶくらい。あの人さ、スパイスカレーとか調べたりしないかな、インターネットでさ。だってなんかそういう意味があって、あの子の話じゃないの。そうだと思うよ。違うけど知らない。早く着いた。イエーイ。私もおまけって言われました。そうでもその言葉聞いて私似た似たが止まらなくって、よしよしよしってなんだよ。危ない、気をつけよう。サッカー選手かな。サッカー選手でしょ。いらっしゃいませ、おはようございます。とてもお疲れでしたらどうぞ。見てるから私が働いてることにできる。うん、それはいけるね。ね、あれ、それはいける。あやのちゃん最近すごい愛想良くなったねって。チャックがいっぱい。チャックがいっぱいいるよ。どっから？チャックから。チャックのまま？チャックのままから。秋田県？本当？じゃない？秋田県？忘れちゃうもんね。ドクタミッション、ドクタミッション、ドクタミッション。私はね、エリザベータが好き。あ、そうだったね。エリザベータだけ。ドクタミッション、ドクタミッション、ドクタミッションだったと思った。いい、働く方。あー、そっち回りね。できん姫、できん姫、できんになった姫の名前は、はい、ガメーガンじゃん。あ、メーガンか。うん、周りできん姫が多いな。あなたメーガン周りじゃないでしょ。え、周りだよ。友達かよ。友達、友達、私の周りのものだから。井口、井口裕二、九代目。このやっぱ8匹来てくれると嬉しいね。ハッピーハッピーハッピーピー。でも人力なの。すごいね。なんかリースでーす。今回のドラマです。